上運動食ブータニッピーようこそ。カビ本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。こちらファミリーマートのブータニ牛バラ肉とすき焼き、こちらの方もしっかり牛バラ肉と目玉焼きオムレツのすき焼き風サンドを食べたいと思います。ご飯で食べるイメージありますけど、これはパンで、なんだろう、悪くはないと思うんですけど、どんな感じなんでしょう。ちょっと焼いてありますね、これ。ではこんな感じになってます。うわ、これ食べ方間違えたら胸肉出てきそうですね。ではいただきます。半熟の卵は噛んだ瞬間に甘辛いまり下に絡まったお肉と意外とうまく調和して、まさにすき焼きを食べているようなそんな気持ちにしてくれました。パンに食べるすき焼き、新しい組み合わせと考えれば悪くはなかったですね。ただお肉がちょっと隠れている感もありましたが、まあ仕方ない部分もあるのかなと。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。